曲やったで、はい、一番ここまで持ってきた、はい、ここまで来た時が2の下になります、はい、でここまで来た時が4の下になります、はい、でこれ以上やっとバックルしてになります、はい、でこれ力がないとこっち来ますので、ね、はい、2というかここまで寄せてから上、3もこの位置は下ですね、はい、ちょっとあやふやのうちに上にやって4が入っちゃう、わかりました。それですね、その先のところでブレーキ あのテストしますので、はい、2速で発進してもらって、はい、でゆっくりクラッチを戻してもらって、アクセル踏まなくていいです。そのままで、はい。戻しましょう。で、結果がとってもブレーキを踏んで、停車で戻して。はい、じゃあ、はい。はい、お待たせいたしました。出発いたします。はい、じゃあ、お願いします。はい、右カーブいたします。はい、じゃあ、直線で、はい、で、切ってない、はい。いわゆる3速で、どうぞ。3速20キロです。ただいま3人目の方の研究でよろしいでしょうか。何人目だ。4人、今4人目です。全員で6人います。あ、待ってね。あ、でここ、はい、5号車、今4人目です。運転される方6名です。さあ、3速まで20キロまでですね。スタートの時点で一旦止まってください。でアクセルもゆっくり踏んでゆっくり戻す感じで、お願いします。そうですね、で、アクセルが、で、もう、まあ、早く帰って、はい、で、もうクラッチで離してもらうときです、はい、で、アクセルで徐々に踏んで、20キロまでですね。そしたらバス停とか分かりますかね。はい、ここですね。はい。ひもが込み入ります。あんまり寄せすぎなくて結構ですね。はい。で、中の動きを合わせます。開けて、とりあえず蓋を開けて、見ますか。ドア開けてもらって、右はストレスレバー開けてもらって、はい、開けます。で、ここからこんな一緒に確認してもらいます。はい。
うでしょう。まあ、大体、大丈夫ですね。これはもう、全然共有ないです。はい、はい、ありがとうございます。参加扉閉まります。ちょっと時間ありますので、はい、ランク、バックどっちか、はい、じゃあバックで、バックです、はい、はい、はい、すみませんいたします、はい、もうバックないかな、そうですね、はい、はい、棒2本立ってる間にバックで入れてもらいます。ありがとうございました。